秘密の劇場公演前ですと。こんにちは。どうも、阿部あかなです。めっちゃ久しぶりになっちゃったな。なんか喉がガサガサする。ガサガサするにゃん。似てないにゃんちゅう。こんにちは。なんかめっちゃ大人っぽくない？青の服、これね、あのなんかベンチコート、楽屋にあったベンチコート着てます。YNN のやつだ。なんか今こうやって見るとさ、私めっちゃ青似合うね。これ原色の青似合うくない？そんなことない？なんかふと思った。ずっとこれ着とこうかな。青似合うやろ。ナイス。あとね、私赤が意外と似合うんよね。あかんちゃん典型的なブルベよ。え、私やっぱブルベなんかな。自分のことイエベやと思って生きてるんやけど、なんかね、人によって多分春か夏なんやろうなと思いながらね、いろんな人にどっちも言われるから。そう、どっちなんやろうね。むずい。ブルベ、ブルベかな。なんかメイクとかね、なんか似合う色みたいなあるんですけど、そういうのもうなんか同じ色ばっかり使っちゃうし、今日はね、おでこ前髪をちょっと流してみてるんですけど、どうでしょうか。なんかしっくりこない、自分では。どうなん？あら、めちゃくちゃ良い？嬉しい、それは。言わせた感あるけど、これこの質問してあんまりっていう人も少ないんかなと思うけど、なんかね、今前髪を別に上げたいわけじゃないんですけど、なんか伸ばしてみてて、人生で一度ぐらいは前髪伸ばしてね、こういう髪型も、挑戦してみとこうかな、どっちが似合うんかなと思って挑戦中なんですけど、やっぱり自分の中ではこう前髪があってパッツンだった頃の自分で22年も生きてきたから、前髪上げるのにすごい違和感があって、大事な撮影の時とかに、いや前髪ないのどうしようかなって思うんやけど、でももうここまで我慢したから、 B2 の劇場公演の B2 公演の初日も前髪を切りたい気持ちを我慢して、そしてベストヒット歌謡祭も前髪を切りたい気持ちを我慢して伸ばしてるので、もう今更後には戻れないと思ってます。まあでも意外といいかもしれないですね。あ、ただね、眉毛をそうちゃんと描かないといけないっていう、なんか多少ねこっち側隠れるからちょっとずれててもいっかみたいなぐらいの適当さやったんですけど、今はきちんと眉毛を描いています。でも最近 NMB のメンバーでも前髪を伸ばしてる子が、伸ばしてた人とかが多い気がするんですけど、城西玲さんとか川上千尋さんとか。でもなんか世間的にさ、今前髪なし流行っ、なんかのブーム来てるんかなっていう気がしてて、私がそう思ってるだけかもしれないんですけど、ちょっと前重め前髪で、その後薄めの前髪で、
最近結構韓国アイドルとかは前髪ない、おはよう。韓国アイドルとか前髪ない子が多かったりするから、うん、そういう影響なんかな。なんかそう、私もその韓国アイドルみたいなシャッっていう感じになりたい気がしてます。髪も伸ばしたいんよ。今伸ばし中で何年かかるねんって感じなんですけど、髪切りたい気持ちも我慢してます。髪の毛もね、昨日の話し会で前髪なくてビビったびっくりされちゃった。え、でもそう、昨日オンラインお話し会で本当は初めて前髪なしで人前に出たというか接したんですけど、あんまりね、前髪ないねって言ってきたのは本当昨日一日話してて一人二人ぐらいでした。みんな思ってるけど他に話したいことあるから言わんかったんかなとも思いながらも、うん、でもね、いつも冬になったら髪を伸ばしたくなって夏になったら切りたくなるんですよね。他に話すとこあるからね言ってくれるのも嬉しいし、別に言わへんくてもそうなんかなと思ってました。今年自然ならよかった。ストーリーのモテキモードマリオ可愛かった。あら、インスタの写真もぜひぜひ見てください。髪の毛はどんぐらい伸ばす予定？本当になんかロングぐらい伸ばしたいんですけど、もうこのね、ここら辺の肩に当たって跳ねる長さが一番似合わない上に扱いも難しくて、それを耐えられるかどうかっていうのと、まあ、やっぱり、まあ、イメージもあるからね。ショートが少ないから逆にライブとかやったら見つけやすいと思うんですけどね、マイティ。ねえ、ね、ほんま。そうですよ、ほんまね。いや、でも似合います。 ありがとう。でこ上げ好きです。私でこ上げ好き、はい、あ、じゃあ伸ばそう。伸ばします。決まりました。今のマイティの一言で、平山舞ちゃんの言葉で決まりました。前髪は伸ばします。でこぽん、ある程度の長さまで伸びるまで、どっちやろう、髪かな、前髪かな、横髪かな。眉毛綺麗、今今日は眉毛の調子がいいです。え、今日裸眼、今日ノーカラコンってこと。おでこがね、あんま好きじゃないんよね、自分の。コンタクトはしてます。めっちゃ目悪い。コンタクトつけない人は分からんと思うんやけど、コンタクトの度数がなんかマイナス 6.5 です。多分悪い方やと思う、結構。どうなんやろ。そう、目がね、だから視力言ったらほんと 0.2 とか、このコンタクトなしで公園出たらやばい。一回こう汗が目に入って痛すぎてコンタクト取って出たことがあったんやけど、本当に何も見えなく、立ち位置も全部見えなくて、本当目の前の立ち位置も見えないし、ペンライトの光ももうすごいぼかして撮ったネオンみたいな感じになって、もう何も見えなかったから、それからどれだけ目が痛くてもこう我慢してコンタクトは取らないように頑張ってます。めっちゃ荒い、本当に。
だから一応でもさ合間にねなかなか曲の合間にコンタクト付け替えてっていうのもできないからね。メガネは無理やな。なんかドラフト3期生の私の同期でメガネの子がいたんですけど、でもダンスするとき飛んでいったりして危ないからっていう理由で加入してからメガネをコンタクトにしてました。そうメガネやとしたらあのなんかスポーツ用のなんかバンドみたいなのつけないと多分踊れないんよね。ね、難しいよね。だから寒いはなんか外は暖かいけど。何笑ってんの？すごい服が変わってる。服が変わってるとかの問題。そういえば皆さんご存知ですか？アイドル失格のドラマ化が決定しました。イエーイ。1月、来年2024年の1月から始まるのでぜひ楽しみにしててください。ショールームでは初めて言いました。そう、ぜひぜひたくさん宣伝してください。出演するかしないかは、ドラマを見て確かめてください。そう、山本美香奈ちゃんが主演で、もう撮影も結構本当に毎日始まってて、先週先々週ぐらいかなから始まったんだけど、毎日撮ってて、改めて美香奈のスケジュール見て、ドラマの主演ってなんか本当忙しいんやなと思って、もう本当毎日朝早くから夜まで撮影したりとかしてるから、うん、ねえ、だから女優さんとかって本当に忙しい、なんかいろんなドラマ見てセリフを覚えたりとか、忙しいな、大変だなって、なんかその改めてその凄さを感じております。でも私全然まだ撮影現場には行ってなくて、どこで放送されるんですか？BS の BS で放送される予定で、BS 松竹東急っていう BS がつく人なら誰でも見れるチャンネルなんですけど、でもあの配信とかでも配信される予定なので、もう BS 見れなくても誰でも見れます。最近喋り方アーニャみたいになる。さっきも楽屋で今日リハーサル何やるます、なんかもうわけわからん喋り方しちゃった。いろいろね、もう日々脚本をチェックしたりその他もろもろしております。でもスパイファミリーは最近全然見てない、見れておりませんが。 BS って見られるます？見られる。うちは見られるます。でもあんまり最近見ること減ったけど見られるます。皆さんの家はどうますです？うん、あーにゃでもない。見られるます、見られるます、見られるます。見られるます。何も、あ、見られるます多いね。あ、見られるますだ、見られる。あ、やっぱ普通に BS 見れるお家多いんですね。なんかね、まあ地上波
まあ、もちろんもう素晴らしいんですけど、でも逆にローカルとかじゃなくて BS によって全国で見られるっていうことを気づいたので嬉しいなと思います。さあということで、そろそろ行かねばなので行きます。ランキング読ませてもらいますね。13位の方から、ひろしさん、ケンジ兄さん、ユーフィーユフォーさん、コウさん、サダシャン、犬の気持ちさん、チキンナンバさん、マコさん、ユージローさん、ヨシナちゃん、みちゆきさん、どうせつさん、ジョセフさん、まみしばさん、皆さんありがとうございました。この後18時半から B2 恋は突然やってくる公演あちゃわチーム B2、僕の青春公演それ前の公演でした。チーム B2 僕の青春公演始まりますので、ぜひぜひご覧ください。坂田美咲ちゃんの生誕祭です。坂田おめでとう青春公演です。ぜひぜひ見てください。それでは見てくださりありがとうございました。バイバーイ。